どうも、テイラクルです。プロツアー、まあ4箱開けるまでやるっていうのをやっていこうかなと思います。はーい、お呼びですか。で、今のところはこんな感じと、今すぐ受け取るは5で受け取れると、あと9分。でですね、まあちょっとコインを、優勝コイン買おうかなと思います。優勝コイン買うところは、カットしたいと思います。はい、コイン買いました。それでまああれですね、ボックスが開けられると。ボックス開けていきましょう。こういう風に、まあ、さっぱりしたところでプロツアー、まあそうですね、4回で終わればいいんですけど、まあ負ける試合はちょっと早送りしようかな。いや、どうしようかな。つまんない試合は早送りしたいと思います。はい、そんな感じで、マキさん、マヤさん、マキマヤ、どっちだろう、女の子かな、女性、まあ女性かもしれないな。さあ行きましょう。しのかな。まあ運がいい。長いの。長いの。いざ。おお。トマト。でも。おなかペクペクだ。はい。ざい。食べたいから。変な食感でしょ。そうか。ああそうか。じゃあ。よ。こいいな。まあ相手よりも前に飛ばさないと悪かったんでしょうけど。そうですね、まあしょうがないかなと、はい、思います。誰にしようかな。まあ今の試合はそう悪い試合じゃなかったので採用しますか。レッツゴー。多分男性だと思う。多分ね。多分男性だと思います。バースリー。ああ、なるほど。ここか。さあ、行きましょう。ただこれ風があれだな。風があれだし。外側か。30秒過ぎてるからまずいぞと。チャンショでいいんだっけ。はい、ここでチャンショを打ちます。どうなるんだろう。跳ねるか。お、
入りました。入っちゃいました。いやー、こういうことってあるんだな。まあ、せこち相手は撃つかな。撃つか。こう入るとあれですね、同点ですね。同点じゃないか、そこまでじゃないか。いいね。もうまさに入れる気だわ。入れる気なのがすごい。入れる気なのがすごいわ。自分は今のショットを狙ってたんですけど、まあ入るとは思いませんでしたね。はい、勝ちました。まずは1勝と。うん、なんですけど、これ以上の取れ高がないのでちょっと迷ってます。この後もう皆さん見なくてもいいかなと。今以上の成績は残せそうにないので、皆さん見なくて結構です。ご視聴ありがとうございました。で、対戦相手の方、小川小川さんですね。ミンゴルキャディ。どうも。まあ、男性かなとは思うんですけど。相手も狙いますか。もう霊峰なんだよな。あー、でもうまい、いいとこ行くかな。どうだろう、どうでしょうか。負けるか。あ、負けるか。いや、でも、あれだ、200ポイントつければ勝ちだ。200ポイントつくかな、あの距離から。難しいっすね。うん。3戦目か。いやー、むずいな。いい感じ。見ますか。バーディーチャンス。可能性あるかなと思うけど。可能性ないか。まあ、ないな。やった、バーディー。うん、負けました。やーい。3戦やって2勝1敗2戦、うん、1勝2敗か。悔しい。負ける。はい、それではちょっとクローゼット行ってセットコーデ、まあ、C にして、あとはアクセサリーか。あー、悪くないね。じゃあこれでやっていきましょう。うん、次4戦目ですね。この時点でやっとライジングを装備しました。
あー、セコチ禁止のプロツアーっていう、レッツゴー、峰龍太くん、バーフォー、あー、ここか。さあ、行きましょう。ちょっと待ってくれ、うん、見たとこかな、そうですね、どうだろう、どんなだか、うわ、でも、見たい、見たい、うん、食べたか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 、チャンスを打てばよかったな。まあしょうがないかな。はい、というかずっと先打ちじゃん、もう、残り3勝か。まあどうせ早送りするんで大丈夫です、皆さん安心してください、早送りするんで大丈夫なんで、残り3勝、まさかずさん、ハグさん、男性、あー、雪来たか、行きましょう、急に極寒、しかも極寒、いやー、チャンショかな、ここはチャンショか、勇気のチャンショ、いいですね、相手306か、ってことは 100% 次のショット、相手ですね、まあ超パワーで出せばそうもないけど、とりあえずまあちょっと勝負になってきたかなと思います。なるほど。相手が先に打つならこれはまああのセコチも含めて勝負できるかなと。いいですね。さあどうするかですね、相手が。直接狙うなら自分も直接狙うしかない、狙いますね、直接狙うか、超パワーで打つのか、でもスプーン、この組み合わせか、これどういう風に出るんだろうな、超パワースプーンで狙った場合どうなるか、届かない、なかなかだ、なにそんなことってある、ちょっと待って、怖っ、武士道にしよう、うわー、下がる、武士道にしたから風は影響ないんだよ、風の影響はない、
ですよ。いやーもういいや、時間ねえから、時間ないから。でいやーダメだ、武士道、時間ないから。これどうだ。うわギリ、あーかギリ勝ちかどうかだな。うん、よかった300以上なくて。チャンショ関係ないからな。ここで相手がまあクルパを決めても勝ちです。まあ相手がクルパ決めて自分が普通に入れても勝ちっていう。ただ今のはちょっと焦ったな、いろいろと。ほう、ここ入れないとな。よし、あーここは入れないと。残り 2.2m。 OK よかった。いやー、やっと勝った2勝目。いや、長い長い。うん。2勝2敗かな。はい。勝ちました。うん。さあ、次行きましょう。次の対戦相手の方、赤髪のシャンク、あと1文字入れさせてくれよみたいな方ですね。赤シャンですね。はい、どっちだろう。あ、奥か。始めます。なるほど、340だから。まあ今回もですね、相手は霊砲で撃つけど、まあ自分はもともと340。これ結局相手に先に撃たせないと自分がそのセコチ勝負するか否かがまああるので、結局はやるしかないんだよな。134。さあ行きましょう。放棄関係ない。武士道っていう手もあるかないかだね。これもワンチャン武士道の可能性あったけど、まあそういうこともないと。この辺でいいかな。もうちょい手前しとく。366。ここかな。これで相手よりも前に打ったと思う。いいですね。さあ相手の番ですが、何をしてくるでしょうか。セコチ狙うかな。
直接狙うんだったらまあ自分を狙うしかないですけど、125か。125、125差だとあんま狙いたくないな。こういう場合ってやっぱセコチやった方がいいんじゃないかな。これ125で勝てないと判断した場合はセコチをするっていう方法、まあそれはある意味悪くはないあと思ったけど、これはどうも勝ちだな。これでいいんだ。ナイスショット。ふうふう、バディチャンスです。相手も残り 9.8m だからあれもないんだ、ロングパットもない。やっと3勝だな。そしたらどうだ、残り 1.3m、 残り 85cm。 ということで、バーディーチャンス、入れて勝ちや。勝ちました。やったー。うん。はーい、お呼びです。よし、最後の一箱埋めていきましょう。誰にしようかな。うん。にゃん太郎さんとにゃん太郎さん、男性かな、男性でしょう。うん、でしょう。パフォーノーザンライツ、あーここか。最初打ちたくないな、マジで最初打ちたくない。では始めます。おー、違った。一撃か。一撃祝砲。366だな。でも366、あーいいね、これ素晴らしいな。366、うん、同じか。なるほど。ええ、なんで、これはまずいな、これはまずいぞ。2打で入れなきゃいけないのか。ってことはもうセコチしかないじゃん、勝つ方法でもって。それもできそうにないと、きつー。いやー、これはきつい。
まあ奇跡を信じますか。奇跡というものを信じて打ちました。よし、とりあえずセーフかな。2だか。これでしかなくて、うん、これはこうだね。もうセコチしかなくて武士道なんだけど、残り27秒。残り16秒、15秒。これで決めるしかないのか。残り9秒、5秒。やるしかない。よし、決まった決まった決まった。これは、いや、これはありでしょ、このセコチは。だってグリーン乗らなかったわけですから、このセコチはありですよ。超大逆転勝利ですよ。いやー、すげー、頑張ったわ。マジ頑張った。いや、これセコチダメだってやついたら頭おかしいわ。イーグルチャンスです。頑張って。ほう。いやー、よかったよかった。もう自分の最大限が出ましたね。うん、はい、勝ちました。いやー、すご、いやー、やるね、やるやん、マジで。すべての試合が終わって、4箱揃ったので今から開封したいと思います。ちょっと待てよ、プラチナ最後にしますか。じゃあ下から行こう。はい、当たんねー。最後プラチナボックス開封します。ことごとくですね。はい、まあ一応ここまでやったということで、リーグランキング見ましょう。1837位、リーグ残留は、2万で、リーグ昇格には残り、まあ一応超えてるは超えてると。で、12月26日までに、まあリーグ昇格の期間内累積を超えてればいいっていうことですね。まあもうちょい頑張りましょう。はい、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画もよろしくお願いします。失礼します。